はい、こんにちは、116ウィンズです。ロックアウトで冬の話題がないため、今回は昔話をしていこうかなと思っておりますが、写真に写っている彼がマリナーズに来てからそろそろ丸10年が経とうとしています。彼の名前はヘススモンテロ。モンテロは将来オールスター級のバッターに間違いなくなれると言われたほどにバッティングに期待されていた選手で、約10年前の2012年1月にマリナーズに来た時はこれからのチームを背負って立つ存在になると誰もが思っていましたが、2021年現在とうとうそんな日が来ることはありませんでした。球界屈指の有望株に一体何が起きたのか、モンテロについては何度か当チャンネルでご紹介している選手ではありますが、モンテロ移籍から10年というタイミングですし、また振り返っていこうかなと思います。まずはモンテロがマリナーズに来るまでの経緯を簡単に見ていきましょう。彼が来る前年のマリナーズは67勝95敗で AL 西地区最下位。2009年のドラフトで全体2位指名を受けたダスティン・アクリーが華々しいデビューを飾るなど、若手の活躍が印象的な1年ではあったものの、まあ到底強いとは言い難いチームであったことはチーム成績からもよくわかるかと思います。この時期のマリナーズ、特にひどかったのは打線でした。ほぼ全てのカテゴリーにおいてリーグワーストの成績を叩き出していたことはご覧の成績の通りとなります。本当に常人の想像を超えるレベルに得点力不足に悩まされていたチームだったため、見ているファンも1点差のゲームですでに重苦しい空気が流れ始め、2点差のゲームは絶望、3点差以上ともなればその日はもう完全に諦めて試合の視聴をやめるくらい打線に迫力の欠けるチームでしたね。そうしたチーム状況もあり、2011年のオフに当時のジャック・ズレンシック GM は打線の補強に乗り出します。彼の頭の中考えていたことはおそらくこのようなポイントかなと思いまして、とにかく打線は何とかしないといけないという危機感は絶対にあったと思いますが、これに加えてさらにできればアクリーやジャスティン・スモークといった若手のコアとなる存在にプラスして、彼らと共に今後のチームを担い中軸クラスに成長してくれそうなバッターの有望株に狙いを定めていたようですね。また野手と比べて当時のマリナーズは投手のプロスペクトはかなり充実していましたので、ピッチャーの層の厚さを多少切り崩して野手の補強に動く選択肢もあることはズレンシック GM も考えていたことでしょう。そして実現したのがこちらの伝説のトレードでした。マリナーズはヤンキースから当時球界屈指のバッターの有望株として期待され、ヤンキースのキャッシュマン GM にも今までトレードで放出した選手の中でも最高の選手とまで言わしめたモンテロを獲得し、見返りとして2011年にルーキーながらオールスターに選出された先発投手マイケル・ピネダを放出。さらにマリナーズはピネダに加え、18歳の若さでシングル A で結果を残していたホセ・カンポスもトレードに加え、ヘクター・ノエシを獲得しました。ノエシは MLB でエース格として活躍するようなポテンシャルの持ち主ではありませんでしたが、すぐに MLB のローテーションには入れるだろうとは言われていましたので、カンポスの将来性を即戦力のピッチャーに変えたトレードともなりましたが、まあトレードの中心はモンテロとピネダ。これからの球界のスタートもなり得る若手選手同士のトレードは当時結構話題ともなった記憶がありますね。それくらい当時のモンテロはもうめちゃくちゃ期待されていた選手でした。2012年開幕前の MLB.com のプロスペクトランキングでは球界全体で6位の評価を受け、キャッチャーながらパワーに関してはマイナーでは右に出る選手はいないとまで言われていて、これでいてアベレージも両立できていましたので、少なくとも MLB でも攻撃面でインパクトを残せる選手になると多くの人は考えていました。キャッチャーとしての守備力には疑問符がついており、マイナーで盗塁阻止などに改善は見られたものの、 MLB のレベルで考えればまだまだ課題が多いといったところで、将来的によりバッティングに専念できるポジションへのコンバートは予想されてはいましたが、バッティングの才能がとにかくズバ抜けていましたので、ここに関してそこまで問題視されていなかったようにも思います。2011年セプテンバーコールアップで初めてメジャー昇格を果たすと、18試合で打率3割2分8厘、4本のホームランを放つ活躍を見せたことで、もともと高かった期待はさらに高くなることになりましたね。まさにズレンシック GM が望んでいた若手のコアとともに、今後のチームを担い中軸を打てる選手になりそうだったのがこのモンテロという選手でした。これでマリナーズにはこのスーパースター候補であるモンテロに加え、これまたスター候補のアクリー、さらにはこの時点でやや伸び悩んでいる感はあったものの、テシェイラ2世と呼ばれたスラッガージャスティン・スモークが揃い、トッププロスペクトの多い投手陣とともにマリナーズファンは輝かしい未来に胸を躍らせるのでありました。そして迎えたモンテロにとってのマリナーズ1年目の2012年、開幕からクリーンアップを任され、 DH とキャッチャーの両方を務めながら135試合でホームラン15本、OPS は6割8分5厘とモンテロに対する期待の高さを考えるとやや物足りない成績ではありましたが、ルーキーのキャッチャーとしてはそこまで極端に悪い成績とも言えない、むしろ上出来とも言えるくらいの成績だったのかなと。
時代は異なりますが、例えば今年のケルニックなんかはこれよりもはるかに数値面では劣っていたわけですし、モンテロは守備負担の大きいキャッチャーもやりながら、しかも今よりも右打者地獄だったセーフコフィールドをホームで15本打った事実はもっと評価されてもいいとは思うんですけどね。もっともキャッチャーをちゃんとやったかと言われると微妙で、盗塁阻止率は 17% でしたし、ブロッキングなどキャッチャーとしての守備力は問題だらけでしたので、フロントもさすがにこれはやばいと思ったのか、この年のドラフト全体3位指名でマイク・ズニーの指名したくらいなんですが、まあそれは今は忘れましょう。一応ルーキーイヤーはまずまずの結果を残したモンテロ、ここからさらなる成長に期待がかかりましたが、しかし現在においてこの2012年シーズンが彼にとって一番のシーズンとなってしまいました。モンテロのキャリアはここから一気に下り坂に差し掛かります。2013年のモンテロは開幕から打撃不振に苦しみます。なかなかアベレージも上がらず、5月中旬まで2割そこそこをさまよう日々。マリナーズもさすがに我慢できなかったのか、彼をトリプル A に送り復調のきっかけを探りますが、ここでも結果が出ず、マイナーでもわずかにホームラン1本。パワーに関して右に出る者がいないと言われていたはずの選手ですが、バッティングを見失ってしまいます。さらに追い打ちをかけるかのごとく、6月に半月板損傷で離脱してしまうと、8月にはこの年大問題となったバイオジェネシススキャンダルの中で禁止薬物を購入した疑惑が持ち上がってしまい、この影響でシーズン終了まで出場停止。ステップアップに期待がかかった1年はスランプ、怪我、そして薬物絡みの出場停止と見事なまでに悪い方向に転び、おまけに実戦感覚を取り戻すために参加したウィンターリーグでは交通事故に遭ってしまい離脱するという不運も重なりました。何もかもうまくいかなかった2013年のモンテロ、ポジティブに考えればこれ以上に悪くなるはずはないと思えるかもしれませんが、翌年のモンテロはある2つの事件を起こしてしまいます。まず1つ目は激太りキャンプイン事件。前の年はいろんな要因が重なってほとんどプレーができず、またズニーノの台頭、コーリーハートやローガン・モリソンの加入などでモンテロ自身チーム内での立ち位置も怪しくなってきた中で迎えた2014年のスプリングトレーニングは彼にとっても大事な春のはずでしたが、マリナーズのキャンプ地に到着した時の彼の姿はとてもプロ野球選手には見えない丸々と太った姿でした。ウィンターリーグ終了後食べてしかいなかったと実に正直な告白をしたモンテロは、チームが設定した目標体重を18キロもオーバーした状態でキャンプイン。あまりにプロ意識に欠けるこのモンテロの状態を見たズレンシック GM は一言、ヘススモンテロに対する期待はゼロです。たった2年前にズレンシック GM 自身がピネダを出してまで獲得したかった選手を前にしての発言とは到底思えませんが、まあ裏切られたという気持ちの方が強かったんでしょうね。モンテロはそこから急ピッチで仕上げてオープン戦ではそれなりの結果は残しましたが、こんな状態で開幕ロスターに入れるはずもなく、マリナーズに来てから初めてマイナーで開幕を迎えることとなりました。首脳陣からの信頼も失い、さすがにやばいとモンテロも思ったのか、この年はマイナーでかつてのバッティングが蘇ります。トリプル A では97試合でホームラン16本、 OPS 8割3分9厘と少なくとも前年のスランプからは完全に脱し、いつでもメジャーに行ける準備ができていることをアピール。この年のマリナーズはオフに獲得してきたハートやモリソンが前半戦から苦しみ、補強したはずの打線があまり機能していなかったため、マイナーで活躍していたモンテロはたびたび昇格候補として名前が挙がるようになります。ただ実際に MLB でプレーしたのは6試合のみで、脇腹を痛めたりなどでチャンスを逃してしまったりしたのが残念でしたが、9月のロースター拡大時にはプレーオフ争い中のチームの追い風となってくれそうなパフォーマンスをマイナーで見せてくれていました。がここでモンテロはまたも事件を起こしてしまうんですね。それがかの有名なアイスクリーム事件です。脇腹を痛めたモンテロは8月下旬にリハビリのためマリナーズのシングル A に合流しプレーしていましたが、8月28日の試合には出場せず一塁コーチャーを務めていました。チームの攻撃が終わりベンチに引き上げようとしたところ、スタンドからスペイン語で早くしろとモンテロへのヤジが繰り返し飛んできました。このヤジを飛ばした人は後にマリナーズのスカウトであったことが明らかになるのですが、モンテロもこの時は大人の対応をしてこのヤジを無視、ベンチにそのまま引き上げました。これで何事もなく終わるかのように思われましたが、ただスカウトの行動がこの後エスカレート。スカウトはわざわざアイスクリームサンドを購入して、それをベンチのモンテロにプレゼントしたのでした。これは当然ながらこの年の春に激太りキャンプインした彼を揶揄した行動で、これにはモンテロも我慢できず激怒。バットを片手にスタンドに乗り込み、そのスカウトに対してアイスクリームサンドを投げ返す騒動を起こしてしまったのです。自チームのスカウトと選手同士があろうことか公式戦の最中に騒動を起こすという前代未聞の事態に、マイナーの試合での出来事ながら ESPN などの大手メディアにも特集される騒ぎとなってしまい、この事件のせいでモンテロはそのスカウトとともにチームから残り試合の出場停止を言い渡されてしまいます。
モンテロを煽ったスカウトが悪いとは思いますが、応戦してしまった以上モンテロにも非があるというのがチームの判断でしょうか。9月になれば再びメジャーへの道も開けていたでしょうが、それをみすみす手放してしまい、またこの事件でモンテロというトッププロスペクトが完全なるバスト、大失敗という印象を決定づけた一件のようにも個人的には思いました。その後モンテロは2015年も MLB で結果を残すことができず、2016年の開幕前にウェイバーでブルージェイズへ移籍、球団を転々としましたが、依然としてメジャー復帰はかなっていません。MLB 屈指の有望株であったはずが、たった4年でこのような幕切れを迎えてしまったのは本当にもったいないなとつくづく思いますし、野球に対する姿勢など本人の資質を意味するメイクアップという言葉があるんですが、モンテロのメイクアップがもう少し良ければ、もしかしたら才能を開花させてたのかななんて思わずにはいられません。マリナーズは近年ケルニックやフリオ・ロドリゲスのように才能だけでなくメイクアップも優れた選手が揃ってきていますが、これはモンテロがチームにある意味メイクアップの重要性を知らしめたおかげなのかもしれません。彼がマリナーズに来た日からもうすぐ10年、チームは新しい若手のコアとともに強いチームをもう一度作り上げようとしていますが、マリナーズでプレーする若手選手たちが真に才能を開花させてくれることに期待したいです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。